ジンは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシュー議院占領制管区のラーンディル軍に属すマチソンである。ジンは、ヘルボルンから南に3キロメートルのディルタール内、ベスターバルトの麓の高度185メートルから356メートルに位置している。ジンは、北東はミッテナール、東はエーリングスハウゼン、南はグライフェンシュタイン、北西はヘルボルンと境を接している。 自治体人は以下の地区で構成されている。ディルタールの肥沃な斜面や横谷では極めて古くから定住がなされていた。1950年代にローマ時代の道具の破片や痕跡、家屋の跡、水地場や宝石が発掘された。エーリン原地区の出土品はあらゆる時代のものがあり、紀元前4世紀から継続的に集落が存在していたことを示している。 文書記録は3つの地区とも二十3世紀から残されている。エーリンゲンとフライスバッハは農業を主体としており、20世紀半ばまでその構造を保持していた。これに対してジンは19世紀半ばに産業革命を経験した。ジークリル地域の鉱石産出は製鉄業や、これに続く鋳造業、金属加工業の創業に有利であった。ジンの旧墓地は、 古い破壊時の多くが撤去されているにもかかわらず、集落の歴史の重要な証拠である。四世紀もの間、空き家となっており、世界大戦の戦死者と行方不明者に捧げられた古い小さな木組みの教会も歴史の証しである。カルバン主義のなっさう時代に疎開してきた調度品が少なくとも1950年代後期まで使われ、そのまま放置されていた。 教区監督のブレイヒャーと教区監督の未亡人であったバイデンバフハが、昨夜の礼拝の唯一の参加者であった。第二次世界大戦中に50から1 0 0ラムのアメリカ軍の爆撃が陣庁内に投下されたが、そのうち2発だけが狙い通りの標的に原曲的な損傷を負わせただけであった。残りは鉄道ギーセンケルンセンヤ人の工業地域及び、 住宅地といった目標を外れ、ジントエーディンゲンとの間のヘレに落下した。ここには、現在も爆撃の跡があり、戦後60年以上が経った後でも明らかに識別できる。不発弾は森の爆弾投下地域から撤去されていない。ヘッセン州の地域再編に伴って、1977年1月1日に、それまで独立した町村であったエーデンゲンとフライスバッハが、 ジンに合併した。ジンが属した両方及び行政機構を一家に列記する。ジンの町議会は23議席で構成されている。ハンス・ベルナー・ベンダーは2012年5月にフーベルト・コハホの後継に選出された。ルドルフ通りとハンザ通りの歴史的建造物、ハース・テイ人は、ルドルフ通り、ハンザ通りの建築軍の歴史的な街並みを有している。これは、 全国的にユニークな特徴を有しており、その全体が保護文化財に指定され保存の対象となっている。領主の庭園とハーステイ周辺はかつて勤務地に居住することが義務付けられた役人や役員の豪華で特徴的な屋敷が並ぶ。彼らと直接関係していたノイホフヌングスヒュッテがその向かい側に見られ、食料品店や小売店も入居している。その前にある シュランフハウスやパルメンハウスは1960年代から1980年代に当時の文化財保護に対する社会的関心の不足から歴史的重要性が理解されず解体された。別館建築を含め全ての現存する建物はベランダ、テラス、ロッジ、出窓、異なる屋根の形など高い多様性を示している。 それは例えば、ルドルフ通り4番地と6番地の建物にはっきりと現れている。イギリスのコテジ様式の影響を受けたカントリーハウス風の館は、もっぱらその建築のボリューム感によって、職業上の階級を強調している。これに対して、隣の建物は、木組建築などの強度の建築様式に見られる、後期歴史主義様式の要素を取り入れている。デュースブルクの役人集落。 ウリアースハイムと対照的に、ルドルフ通り、ハンザ通り全域は、現在も人が暮らしており、住民が自主的に近代化、再構築を行っており、オリジナルの建物を入念に修繕している。労働者階級のためにハンザ通りに離れて建てられた二つの家屋は、全時代から引き継いだ階級社会の特色だけでなく、ビスマルク時代の特徴も示している。 この建物の上水道、電気、風呂、トイレの水準は、ビルヘルム皇帝時代にしては、進歩的なものであった。ルートビヒ・ホフマンによって、ネオルネサンス様式で建設されたルドルフ通り1一番地と八番地の、見事な建築は、簡素化の時代にありながら、レンガ作りのファサードとアーチを、有している。古い樹木や食事がなされた庭園の前景が、文化財に指定されている。 中国風の茶席、ハース邸の金属装飾がなされた、主門や様々な様式要素や、付属長度を有する柿に囲まれた公園が、含まれており、ディルタールを境として、ラーンリル山地自然公園に繋がっている。1900年頃に、集落の中心に建設された、新福音主義教会と学校の建築複合体も、ルートビヒホーフマンによって計画されたものである。 そのすぐ隣には、ディレンブルクの芸術家、フィリップ・ザイラーの漆喰作品を有する1631年建造の木組の教会がある。ジンの産業地区、第二次世界大戦後、農業の衰退に伴って、エーリンゲント・フライスバッハは、住宅地になっていったが、ジンは重要な工業長であり続けた。鋳造業が以前と変わらず重要な地位を占めており、中でも、 クロッケン・ウンとクンストギー・セラ・リンカーは、ドイツで最も古い教会の金の鋳造業者である。模型作りや型作り、設備作りも鋳造業の範疇である。この他にこの町に存在する職種には、駆動装置、制御装置技術、機械製造、工具、装置製造、変造技術、電気メッキ、計測、制御技術がある。ジンは新たに進出するのに、 魅力的な産業地域である。この町はアウトバーン A45 号線のヘルボルン、北インターチェンジで広域道路網と結ばれている。町内を連邦道 B277 号ディレンブルクベッツラー線が通っている。人地区とエーディン原地区に地方鉄道ディル線の駅がある。最寄りの大きな空港へは約1時間で到着できる。ノイエフリーデン州では人。 フライスバッハ、ヘルバッハ、メルケンバッハにキャンパスを有している。ヨハネイコールギムナジウムヘルボンとは3キロメートル離れている。ジンでは多彩な文化イベントを含む活発なサークル活動が行われている。テニスコート、森のプール、サッカーグラウンド、乗馬施設などのスポーツ施設がある。この街は三肩をラーンギルベルクラント自然公園に囲まれている。ヤーコブスベーク、 デルンバッハビーゼンベイクや歴史的なホーエシュトラーセといった標識が整備され、人周辺の自然美と結びついていた遊歩道が数多くある。長さ1 0トルのシティッパハタールには多くのビオトープや釣り池の他に、ランや人鳥毛などの珍しい植物もある。ありがとうございます。